まあ、ブルーノがタックルだったので、うん、リバンゲル君はブロックはそんなに強くないんじゃないですかね。タックルパスか、ね、タックルパスかだったんですね。シュート26,000、3本のシュート2万、これ入っちゃうんじゃない。ちょっと気持ち危ないかなっていうところですよね。なんだろう、これが決まっていく。入っていく。なるほど、ここで猫パンチさんが猫パーンチ。まあ多分止まらないだろうなっていうところで、ここであのなんと撮影してた方サーバーの接続が切れてしまうというね。あら、はい、なるほど。そう、これがね、まあ、あの、まあ、この後また見てると面白いんで、はい、でここで戻ってきたら入ってるっていう。入ってるね。なるほどね。でこれであれなのか、後半23分コーナーキック、あ、後半43分ですね。後半43分コーナーキック、サイクロンさんラストチャンスですね。ナトレーザ対オルガド、あ、これは抜けちゃうんじゃないの。フライングドライブオーバーヘッド、はい、ここでフライングドライブオーバーヘッド。じゃあこんばんは。じゃあまずもしや、さあ最後レシャール君33,000、33,000だ、もう属性有利だからね。ヘディングが31,000、止めるんじゃないの。レシャール入っていく。これは止まると思った人もいるよね。なるほど、劇的。これがギリギリでサイクロンさん勝ち越していく。なるほどね、これは劇的だったな。あ、惜しかったな。これはもしかしてあの西さんですか。あの西さんですね。あれも取られちゃうよね。そう、このまま取られていって、サイクロンさんここでフリーでナポレオン君に繋いでいきます。あ、なるほど。あ、このまま打たれていく。そう、スタミナ全開だよね。でもね、初段スタミナ全開です。はい、まあ 50% くらいですよね、初段でスタミナ満開だったら。まあそこそこデバフ食らっちゃってますので、今8000くらい、若林29,500、止めてもおかしくないんじゃない。じゃあこれはさあどうか、飛んでいく。さあこの若林シュート33,000まで上がっちゃってます。これは止まらんな。これも飛んでいく。あ、なるほどね。レシャール君は本当クラブキラー乗らないとかなりきついので、うん、このロベルトとか、ね、マーガスとか、ね、この辺は天敵ですね。3万3,000、3万ですよ。あ、キャプツバーさんこんばんは。威力者威力者って言われてますよ。みんなあの噛むと拾ってくれるんで。アラさんこんばんは。エリクサーの上位互換、威力者だね。さあというわけで4-0といったような結果でした。あ、4-0か、なるほど。はい、というわけでちょっと対戦表戻っていきますが、結果見ていきましょう。合算した結果なんと6-1と。6-1、ここはラストプレーに期待するしかない。ラストプレーだもんね、完全にラストプレーだもんね。さあ延長後半13分、ラスト、ほんとラスト、トラップして先行かな。あ、嵐か、勝利ですね。勝利へのネオタイガーショット。どんくらい飛んでくる。うん、まあ35,000ぐらいいくんじゃないですか。37,000か。うおー、ただ433,90。うわー、入っていく。先制はサイクロンさん、そしてここで笛が鳴るかな。無理だな。弾いた。ヒューがどっちこれ。これはなんと上野助さんのところにこぼれていく。すごい引いたぞ。あ、ただ全力切れてるから。ただ2段目ヒューがどうだ。あ、ただスタミナがないのか。36,000対36,000。スタミナはレシャルやれます、一応やれるんだね。さあどう、
さあ属性有利どうだ、ここは飛んでいく、飛んでいく、気持ちいい、気持ちいい。さあすごい試合だったの、すごい凄まじい試合でした。というところでこれ劇的な笛が鳴る、すごい。結果としましては多分1対1ですよね。1対1引き分けですね。はい、S30 マンガスをトラップ、ちゃんとプレッシャーを外しているんですよね。ああ、そういうことね。そういうことです。あそこは乗っかるんだあ、プレッシャーなし。33,500、まあ 1.25 倍なんで3万ですね。若林3万、3万8000くらい、うん。さあどうか、スピアヘッド止まるかな、これが抜けていく。あ、やっぱ抜けていく。初段でもね、37分、先制したのはベニーさん。これ入っちゃうんじゃない。若林結構削れてる、427スタミナ。これは危ないぞ。さあどうか、これが抜けていく。抜けていく。前半2発、前半、これ、これ後半ですね。後半ラスト、後半ラストにベニーさん追加点。はい、というわけで、ここで試合終了。先勝したのはサイクロンさん。サイクロンさんが2対0でなんと S30 結構リードしていきました。あ、34,000、これは34,000、34,000、銀クリ、これ入っちゃうよね。え、なんですキラー、これは入っていく。先生は役者ってことだったんですね、ここでね。そうです、アンピオネさん先生。さあこの倍速2回転どうか、35,000対37,000。これ入りますよ、だって自分もいつも入るもんいつもこう今日野くんで一生懸命減る。はい、これが貫いていく。なんと薬島さん2点目。おー、すげー、追いついた。これで引き分けだった。そうなんですよね。ちょうどしかもこれも47分、そういうこと。ここで試合終了ということで、なんと薬島さん劇的でしたね。劇的同点弾だったんですよね。いやー、すごかったな。はい、というわけで前半ちょっと2対0とビハインドを背負ったところからの無制限での同点というような流れでした。オフサイド取っておりませんあの感染、これでね分かったと思うんですけど、感染結構ね予選から通じてそうなんですけど、感染の座標ってすげえずれてるんですよ。でこれ感染だけじゃなくて、対戦してる側、例えば今シュート打たれた側もオフサイドに見える場合も多くて、やってるプレイヤーさんがずれてない場合がね来てるんで。そうですね、はい、ゲームの中の認識状態はオフサイドじゃないというところですね。多分やってる方はねずれてないのかなというところですかね、うん、ずれてないんですよね、はい、さあここヒューガ君決めていきます。はい、こう勝利者のサイクロンさんということですね。はい、そうですね。うん、非常にいいシュートを見ることができました。そして虹ださあ、千載一遇の大チャンス。若林はフル、フルですね。さあ、どうか。ここ、ドキドキのシーン。うん。入れば、引き分けの可能性ある。かなり高くなってきます。はい。そう、ここ決めていく。同点なんだ。さあ、トラップして、このままリバウル打っていきます。ほぼほぼ満タン。キンクリ。キンクリ。36,000出るんじゃないでしょうか。36,800、そして38,000ですね。38,700、威力はほぼほぼ一緒。さあドキドキです。そしてキンクリ、あ、金対金、キンクリ、これは属性止めても入ってもおかしくない、止めても入ってもおかしくない。これが抜けていくんだ、ここ。なるほど、これはでも どっちでもおかしくなかったな、今捨て的にな。そして引き分けという形でした。できた。なるほど、そういうことか、はい、すごい試合だったな。劇的な試合でした。結果としましてはサイクロンさん2点という形で。なるほど、トータルは2対1、勝ったのはサイクロンさん。やんないと美咲くんに引っかかるんだよね。
あ、ここから打っていく。さあ、そしてスカイダイブシュート打っていきます。はい、これがヘルナンデスなのでペナルティエリア外からでも全然可能性はありますよ。3万1000対3万1000。エッシェンウルフさんなんだって。あ、エッシェンウルフさん。あ、なるほど。お、これが入る。そう、サイクロンさん、ここでスカイダイブシュートをここから決めていく。これ入るんだ。まあまあな距離でしたよ。そうですね。まあ、それでもシュート値3万1000まで残ってたので、結構、はい、威力残ってたのかなと思いました。3万1000対3万。入ってもおかしくないツーチャンスね、キンクリアンで。ここはどう？これが抜けていく。あ、すごい、デルピエルゾーン。エースストライカーさん同点。そして決着つかず、ドローですね。なるほど。翼のホットラインも乗ってるので、かなり火力出るパターンですね。デバフもほぼ受けてないでしょう。さあ、お相手カリューサス。あ、どう？うん、これはさすがに飛んでいく。あ、吹っ飛んでいく。先制したのはエストライカーさん。さあ、止めればこのまま勝ち、決まると引き分けという感じですかね。まあ延長がありますけども、ここは止めろってコメントも流れてますけど、止めろですよ。3万2000、3万。62952なので624のままですね。初段捨て。これが抜けていく。なるほどね。ここで同点になるんだ。ほんとギリギリのところで。いやー、あとワンプレーかましてたら間に合わなかったですけど、素晴らしいですね。はい。はい。最終的には、サイクロンさん。はい、決定戦で勝利しましたという感じになりました。ね、まあ、本当最後の最後の、はい、まあ、ワンチャンスというところを日向までつなげてきました。そうですね。S30 の時は若林くん、これ日向に極端に弱い。あ、ここどうなるか。うん、やっぱり飛んでいく。あ、やっぱり飛んでいく。まあ、大会通じてね、初段から S30 入っていきましたね。延長後半16分先制したのはサイクロンさん。そうです。 S30 制したのはサイクロンさんという形でした、はい、なので翼くんでシュートですね。自分でスタミナを減らして翼くんでシュート、はい、3万3000 2万8000これが入っていく。入ってもおかしくないね。なるほどなるほど。ちょっと薬師丸さんの方が絆の森、絆よりもデバフ優先デッキでしたもんね、見てる感じ。さあ、これ全然入ってもおかしくない。入っていく。ああ、なるほど、入っていく。1年経ってもやっぱりロベルトは強いか。このまま同点のまま終わるということで。なるほど。はい、結果としては初戦 1-0、 そして引き分けということで2対1でサイクロンさん、はい、突破という形になりました。ベスト4進出ということでおめでとうございます。そしておめでとうございます。薬師丸さん、はい、お疲れ様でした。毎度ありがとうございます。お疲れ様でした。取ったのは、キャプテンつばめさん。これは大チャンス。このまま進入してスカイダイブシュート、はい、ただスタミナかなり翼くん高かったので、初段ね、スタミナ満タンの状態だったので、はい、これはさすがにというところでしょうか。まあ、とりあえずね、こぼれてあそこの処理ミスるくらいだったらやっぱ打っときたいですよね。自分もそうしたいなと思います。なんと、ここはなんと抜けていく。やっぱ先制、S30 はわからない。先制したのはキャプテンツバメさん。今ね、止まると思いましたけどね。止まると思いました。はい。いやー、先制したのはツバメさん。金が鳴る。たのはキャプテンツバメさん。電力は切れてないですね。クリティカル切ってますか。あ、切れてますね。全切れてますね。まあ、でもほぼほぼの初段のフルメタなので、これはかなり強いです。まあ、レシャールキンクリ以上じゃないとちょっと厳しいかなって気もしますけど、3万5000ですね。はい、弾く、あ、銀クリ弾くはあるんじゃないでしょうか。キャッチはさすがにいいですけど、
ああ、これは飛びます。飛んでいく。先制したのはツバメさん。これでトータルスコアが2対0でしょうか。そうですね。トータル2対0になってます。はい、フォワードキラー。言ってもフォワードキラー。そして極端な枠は受けてないので。3万6千。うん、止まってもおかしくないかな。さあどうでしょう。おお、飛ばしていく。同点にアポスト。押し込んだのは同点に追いつくな、サイクロンさん。うーん、ただ決着つかず。いやー、ここで本当の意味での試合終了。結果2対1で決勝に進出したのはキャプテンツバメさん、おめでとうございます。おめでとうございます、サイクロンさん、非常に残念でしたが、ベスト4というか結果素晴らしいと思います、3位決定戦頑張ってください。お疲れ様でございます。お疲れ様です。